抜き打ちとは。全日本剣道連盟制定以来12本中の12本目の型です。公益財団法人全日本剣道連盟とは、日本においていわゆる剣道を中心として居合道、浄道など武道を統括する団体です。その中の居合道部は1956年に創設されました。1969年に居合道各流派の基本的な技や動作を総合し制定されたのが全剣連制定居合とされます。制定居合は入門用に全国統一型として作られたので、今では最も普及した居合型になっています。その12本の中の12本目が抜き打ちという技の名称です。この後居合型の動きを示しますが、あくまでも一人稽古の記録です。もちろん指導教範などではありません。武道、居合道に興味のある方の入門のきっかけになれば幸いです。12本目、抜き打ち。相対して直立している前方の敵が、突然切りかかってくるのを、刀を抜き上げながら退いて、敵の刀に空を切らせ、さらに真っ向から切り下ろして勝つ。間合いを取り、横ちぶりからの音を。ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。シーズン6、居合道入門編では、居合を始めた頃に感じた、なんだろうに答えています。興味のある方は、よかったら右下のチャンネル登録で、居合道ワールドへ入門してください。動画制作の励みになります。